田もつ鍋大山さんです。木の看板がとても目を引いて素敵だなという印象ですけれども、このお名前の通りもつ鍋がいただけるお店なんですよね。早速店内入っていきます。こんにちは。ここから詳しくお話伺っていきましょう。店長の菊田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前にもある通りもつ鍋がいただけるということで、はい、私の目線の先にはもつ鍋があるんですよね。オープン前日なのに、早速いただきたいと思うんですけどもいいですか。はい、どうぞ。まあ、失礼します。改めてこのもつ鍋、どういったもつ鍋になりますか。はい、もつは国産の若い牛の身を使用したプリプリのもつと、スープは数種類の味噌と特製のタレをブレンドした濃厚な味噌味が特徴です。そうなんですよね。今回は味噌味をいただけるということで、ちなみに味噌以外にもあるんですか。はい、醤油味と水炊き風というお味がございますが、当店は9割ほどに味噌味でご注文いただいております。そうなんだ。一番人気の味噌味を今回はいただけるということで、もつをいっぱい取っちゃいました。ではいただきます。プルプルしてるの分かった。プルプルでしたね、もつ。どっから声出したんですか、西井さん。もう私まで震えるくらいプルプル。プルプルですね。もつの旨味もしっかり感じられますし、やっぱりこの味噌のコクがこのもつによく合いますね。はい、そしてこちらもつ鍋以外にもいただけるものがあるということでご紹介いただきます。はい、こちらはどういったものになりますか。はい、こちらが当店一番人気のサイドメニューの柔らか牛すもつでございます。牛のみを使用した癖のない味わいで、本場博多では超定番メニューです。牛すもつっていう風に名前ありますけども、すもつというのはどういうことなんですか。はい、すもつの酢というのは、ポン酢のことでして、こちらも大山特製のポン酢とお好みで柚子胡椒をつけてお召し上がりいただきます。では私も柚子胡椒をつけて準備万端です。いただきます。本当だ。どんな感じなの。プルプルの中にコリコリとした食感がありますね。はい、で柚子胡椒が入ることによってとってもさっぱりとした味わいですね。はい、これ人気の理由がよくわかります。はい、そしてもう一つ博多といえばの。はい、こちらが大山金星の博多明太子でございます。博多明太子、見た目からもすごく美味しそうなの伝わってきますけれども、どんな特徴がありますか。はい、大山オリジナルの厳選一本物を使用した粒感のはっきりした味わいが特徴です。ということで綺麗な明太子、私の目の前にもご用意いただきました。一口サイズに切っていただきました。いいな、片付けします。いい笑顔。あ、口の中で明太子がとろとろっととろけていくんですけど、つぶつぶっとした食感も残っていて、これそのままでもとっても美味しいですね。はい、ね、ご飯にもきっと合うでしょうね。そうですね。そしてご飯にプラスしてお酒にも合いそうですよね。ということでお酒にも合いそうということで、お酒もご用意いただいてるんです。はい、そうなんです。ということでお酒もご用意いただいてるんです。このお酒どんなお酒ですか。はい、こちらが九州産の博多マオを使用した梅酒でございます。そうなんです。アマオを使用した梅酒、これ見た目もすごく映えますよね。ちょっとどんな味わいなのかいただきます。しっかりお酒も飲むところが西辻さんですよね。すいません、午後4時から皆さんもたしなんでて、私もしっかりといただきました。すごい、いちごの爽やかさとこの梅のフレッシュ感、とってもよく合いますね。はい、とてもすごくさっぱりとして飲みやすかったです。はい、ありがとうございます。いや本当にこの九州の美味しいものを堪能できるもつ鍋以外にもね、いろいろなものを味わえるお店なんだなというのがよく分かりましたけれども、改めて明日オープンということで、皆さんにどんな風に楽しんでいただきたいですか。はい、北陸地方初出店ということで、大山に来店していただいたお客様が大山で過ごす時間、大切な人に自慢したくなるような食体験を提供できるよう、スタッフ一同スーパースマイルで頑張ります。